最後はこういうことをやってみましょうか。もろ手取りの高価な高級なゲーム、捕まえます。これも最初で言ったあの肘に力を入れてしまうと、肘にこうやって力を入れてしまうと肘って曲がらないんです。曲がらない。肘の力を抜くからこう入る。肘に力を入れてしまうと肘は曲がらないです。肘の力を抜くと肘が曲がって相手の体勢を崩すことができますよね。ですから、できるだけ自分の、体を動くか、固めるんじゃないです。力を抜いて動くところをフルに動かす。で、動かし、ながら、相手の、隙の中に潜り、込むためにはどうすればいいか。そして、相手を変化させる、相手を力で倒そうではなくて、相手を変化させる前に自分がどう、変化することによって、相手がどう変わっていくかということを、見つめてみる。っていうのが、まあ、アイケル的考え方ではないかなと思います。ですからできるだけこう、自分を変えてみましょう。自分が変わっていきましょう。で、自分が変わることによって相手がどう変化していくんだろうということを、よく観察しながらこう相手の変化を促してみましょう。はい、はい、ありがとうございました。物手取りの呼吸上げで、終わっていきます。